あ、そうそうですね、どっかに、はい、どうぞ。はい、皆さん、こんばんは。こんばんは。アキラのようこそハポン、今日4月の23日ということで、まあ、静岡県焼津市から配信をしております。すごい雨だったですね、昨日。こちらの方どうだったんでしょうかね。まあ、うちはすごいことになってましたけどですね。まあ、主に西部の方がですね、大変で、まあ、今も、今というか、今さっきもなんか JR の方も少し影響が出ているということで。ズバッとさ、帰れなくなっちゃったんだけど。マジっすか。マジっすかとか言っちゃったけど。はい。ということでですね、本日はゲストの方ですね、をお招きしております。本日のゲストということで、バンドフェス藤枝実行委員会事務局の大山誠さんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いらっしゃいます。ありがとうございます。簡単になんか自己紹介みたいなですね、はい、ものをお願いできたらと思います。私どもバンドフェス藤枝ということで、5年前から、はい、市民のボランティアでですね、アマチュアバンドが集まりまして、はい、藤枝の市民会館を会場に、まあ、ライブイベントをやろうということでですね、はいはい、始めまして、まあ、今年が5回目ということになってます。さ、はい、まざ、あ、ま皆さんプロではないもんですからね、お仕事をやりながらその合間に音楽活動を続けているという方たちが集まって、それでまあやらせていただいているイベントなんですけれども、まあだんだん参加者も増えてきて、おかげさまで盛り上がりつつあるということで、まあ今年はちょうど市民会館の50周年という年になりましたものですから、まあそれを記念しての事業ということでですね、プロのサークルジョイントさんという方をお迎えして、はいはい、今回は盛大にやろうということでございます。なるほど。バンドフェス藤枝、第5回、まあ、ボリューム5ということでですね、8月の18日の日曜日ですね、はい、そうですね、はい、こちらホールなので、はい、まあ、8時半会場ということで、はい、こう今実はチラシの方ですね、こんな感じで、ですね、はい、ありますけども、うん、結構たくさん出演者の方が、ね、いらっしゃって、はい、ですよね。で先ほどちょっと見させていただいたんですけども、はい、MC にあのというか、ね、神谷幸恵さん、神谷幸恵さん、皆さんご存知ですかね、はい、神谷幸恵の独立宣言という番組があったんですよね。こうアマチュアミュージシャンの方を結構応援されていてですよね、はい、実際こちらの焼津 TV にもですね、はい、ミュージシャンの方結構いっぱいいらっしゃってて、はい、ですね、もしかしたらあちらプロデューサーの青木さんですけども、はい、うん、知ってる方もしかしたらいるかもしれない。そうですね、出演者の中にもいらっしゃるかと思います、うん、はい、と思いますけども、結構いっぱい出て、いらっしゃる、はい、うん、19バンド、そうですね、はい、あ、そうですね、裏面に結構演奏順というか、はい、ああいう形でタイムスケジュールもありますので、あ、はいはい、で大山さんもこの中の、はい、そうですね、 BMB というバンドで、はい、19時から出演していただくんですけども、はいはい、はい、おー、はい、ロックということで、そうですね、ロックですね、あ、はいはい、もう5回なので、はい、ずっと大山さんも関わっておられて、そうですね、私は1回目から、はい、関わらせていただいてます、はいはい、はい、まあもう5回やられてるとは思うんですけども、うん、そのまあ1回目から関わってくださってるというところでですね、このきっかけというかこう、うん、なぜみたいなのってあるんですか、この、そうですね、まあもともとバンドをずっとやってまして、はい、でまあ仲間内でですね、うん、まあ、いつかホールでやりたいよねと、はいはい、いう話をしている中で、たまたま、会館さんの方でこう一般の企画を募集するっていうことがございまして、それでまあ企画を募集応募したところ、これ面白そうだねということで会館さんの方で行っていただいて、まあ実際に実現にこぎつけたということなんですけどね。なるほど、はいはい、でそれがまあたまたま2回目3回目と、まあなかなか盛り上がってるじゃないかということもありまして、はい、まあ、続けてやらせていただいてるって、そういう流れですね。あ、はい、そうなんですね。もう、あ、せっかくなのでそちらパネル僕持ちましょうか。あのこっちに持ってるやつを、はいはい、はい、どうぞどうぞ、はい、入るかな、あ、こうすれば、はい、あ、すいません、うん、はい、いう感じでですね、うん、先ほどもちょっと申し上げたんですけど、まあ、8月18日ということ で、ね、旧サマーバンドフェスティバル in 藤枝ということで、夏に開催してたの
かなということですよね。そうですよね。まあ今後は、まあ、季節問わずやれるようにしようかということで、うん、今年から、はい、まあ、サマーをやめてっていう形ですね。はい、もう皆さんこう出る方っていうのは結構ずっと活動、音楽活動されてる方、そうですね、方もいらっしゃいますし、うん、まだまだあの経験の浅い方たちもいらっしゃいますね。はい、はい、はい、なるほどなるほど。あ、ちょっと大山さんのお話も、BMB、そうですね、はい、単純にビッグマウンテンバンドということで、はい、はい、ああ 大山バンド、あ、そういうことですね。あ、はい、なんかなるほど、今聞けばなるほど、聞かないとわからな い、そうですよね、はい、でこう B を反対にしてるのはなんか戦隊賞になるから、ね、まあロゴっぽいかなと。ああ、はいはい、本当ですね。何をやどその中 で私はその中でギターを担当させてもらって、ギターボーカルですね、はいはい、担当させてもらってます。はい、あとはキーボード、ドラムス、ベースということで基本4人でやってるんですけれども、はい、まあ、フェスの時だけはさらにゲストをお迎えしてやってますので、あ、なるほど、今年は11名の体制で、はい、コーラス隊も増えましてですね、あ、そうなんですね、今回もクイーンに挑戦しようと、クイーン、はい、はい、ということで、クイーン歌われるですか、はい、そうですね、実はボーカルもう一人いますので、はいはいはい、彼女に歌ってもらいつつ、はい、みんなでコーラスを頑張ろうということでございますけどね。あ、なるほど、あ、ちょうどあの、はい、ボヘミアンラプソディでしたっけ、ね、ちょうど上映されてたところもあって、う、ね、こうタイムリーそうですね、いいですね、まあ、やるなら今年だろうというところですね。はい、はいはい、なるほど。ほで今回は、はい、これは何、サークルジョイントさん、サークルジョイント、はい、プロのバンドさんなんですけれども、はい、まあ、ニコチンさんというところ、うん、ニコチンさんとか、それから元ロードメジャーの近藤馬さんさんが、はい、まあ、やられているバンドさんでして、はい、まあ、こちらの方はプロとして活躍されているバンドなんですけれども、はいはい、実はあの前回あのボリューム 4.1 ということで、はい、4.1 バンドフェスのプレイベントを、はい、あ、なるほど、藤枝のライブハウスでやらせていただいて、はい、その時にもゲストとして、はい、あのおいでいただいて非常に盛り上がって、はいはい、うんうん、まあ、今回も期待ができるんじゃないかなと、なるほど、期待してるんですけれども、はい、はい、こちらは皆さんこう藤枝とか焼津のバンドの人たちっていう感じでもないんですよ、でもないんですか、はい、はい、静岡でも静岡出身っていう方たちもいますし、まあ、東中西部ここ、はい、おりまして、はいはい、例えばあのトップバッターの王宮ネリエスさん、はい、からゴールドラッシュさんっていうのは、はい、東部のバンドさんなんですね、はい、で後半に出てくるコケティッシュピンクさんなんかは浜松さん、うん、浜松のバンドさん、あとはウエストサンセットシティは、まあ、東京のバンド、うん、あ、東京からいらっしゃるんです、はい、で門真子さんが実は三重から三重三重伊勢半島から参加ということでですね、かなりこう幅広いところから、ね、ね、お越しいただいてます、はい、まあ、それが大体地元の方、まあ、ということですね、はいはい、で、まあ、バンドということですので、はい、まあ、ジャンルとしても、まあ、ジャンルもこう書いてくださってるというのは分かりやすくてですよね、はい、あの J-POP の方もいるし、はい、ノスタルジックピュアロック、そうですね、ノスタルジックなピュアなピュアなロック、まあ、ロック、うん、そうですね、で、はい、ロックもあれば和洋、和洋ロック、和洋ロックですね、はい、パンクからフォーク、ウクレレ弾き語り、そうですね、ウクレレ大合唱という方もいたりとか、はい、もう本当多種多様そうですね、ですよね、はい、はい、まあ、やっぱりこうバンドなんですよね、はい、と、うん、はい、バンドといってもお一人でやられる方もいらっしゃるので、あ、まあ、まあ、で中にはあの土田拓哉さん、まあ、弾き語りっていう方もいますし、はいはい、この加藤真子さんもそうですけども、はい、ギターの弾き語りだったり、はい、はい、さまざまですね、はい、土田さん本当に最初の頃、まあ、ここで言うのもなんですけども、うんうん、本当に最初の頃知っててですね、はい、あのFacebook とかそういうところで、はいはい、あのカラオケの歌とか歌われてるとこを聞いたりとかしててですよね、うん、でこう気づいたらピアノ弾いて弾き語りやっててです、うん、すごいなって、そうですね、うん、本当にですね、あのすごいお堅い仕事されてる方なんですけど、うん、そうですね、こうやっぱりそういう方ってストイックというか、うん、そうですね、こう練習極めるところがありますね、すごいですよね、はい、うん、なるほど、あ、じゃあまあ別にジャンル、まあ、バンドであればいいっていう、ですので携帯ジャンル一切問わないよということですので、まあ、今回中学生からですね、はい、60歳以上70代の方までいらっしゃるということで、はいはい、年齢も職業も全てバラバラで、さまざまな方がいらっしゃるということですね、はいはい、あそこにですね、はい、ラッパーがいるんです、おお、あのマイクだけ、あ、なんか一説によるとウィキペディアにも載ってる、おお、素晴らしい、昔のグループが載ってる、昔のグループが載ってる
でプロモーションビデオこの後ですね、はいはい、5時じゃなくて6時半からですね、はい、番組 やってるんですけどですね、こうラップで歌ったりとか、はい、うん、ですよね、そう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 、でなんかひょっこりはみたいになってますからすいませんそう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 なんです、そういう方もいたりとか なんですけど、まあ今年はですね、はい、もう決まっちゃってるから、そうですね、まあまあ来年、来年もしよろしかったらぜひご参加いただければと思います。藤枝バンドフェス、はい、ですね、あのジャンルは問いませんので、あ、はい、よよ、はい、であのこのバンドフェスって実はですね、はい、これに参加が決まると出世するってジンクスがありまして、本当にそうなんですか、意外とですね、はい、参加が決まってから例えば大会に出たりすると賞をもらったりいう人たちがいたりとか、さまざまな、どんな方が例えば以前ヨーヨーパフォーマー出ていただいたんですけど、ヨーヨーパフォーマー、その方はこのバンドフェスの出演が決まった後の世界大会出場してなんと優秀賞を取って、うん、あの竹井口って人はちょっとバンドじゃなくてもそれはね、あのうちのバンドとコラボでバンド演奏、生バンドの演奏の前でパフォーマンスやるっていうことをやったことがあるんですけれども、まあ、そんなコラボもやってたりするんですね。ぜひそういえば歌なんかギターやってましたっけあれ、あとこのオキュンネリエスさんっていう方たちは去年この出場が決まった後に大使館からの要請でフランスへ行ってきました、ね、フランス語へすごいですね、っていう方もいます、はい、でひょっとしたら今年もこの中からどなたかねブレイクする方が出るかもしれない、ちょっと、うん、行こう。ちょっと青木さん、焼津 TV も来年から協賛とかどうですか。まあ、ぜひぜひ。送りだ、こうミュージシャンを送り出すという感じですよね。そうですね。はい。あ、まあ、マイカキラさんもそうだけど。いつかミュージシャンのご参加ももちろんですし、あとボランティアスタッフの方も募集しておりまして、はいはい、これっていうのは全部あのボランティアで成り立ってるイベントだもんですからね、基本的には参加するバンドさんプラスボランティアの皆さんで、あの裏方も何も自分たちでやってるという手作りのイベントだもんですから、はい、あの交代交代で演奏したり裏方やったりもぎりやったりっていう、そんな形でね、はい、あのやらせてもらってます。はい、一応チケット制になっているということ で、ね、まあ、でね、ホールですからですよね、はい、こうそうですね、ドドドって来られてもなので、でも全席自由で1000円ということで安いですよね、1000円でお願いしてます。まあ、正直言ってこのサークルジョイント見るだけで1000円でも安いぞと、で今年2回公演やってくれますのでもう全然安い、そうなんですか、はい、サークルジョイント、お昼とラストと2回やってくれることになってますのでね、はいはいはい、サークルジョイントだけ見ても1000円だったら全然お得かなっていうライブになってます、うん、安いですね、はい、こちらチケットは市民会館もしくは、はい、出場バンドさん、あ、バンドさんの方でも持って、バンドさんの方でもあのそれぞれ、うん、あのチケットお願いしてるもんですから、ね、あ、そちらの方にご連絡いただければ、うんうん、あの手に入れることはできます、はい、あと、まあ、市民会館に直接行っていただいてもいいですし、まあ、当日でも大丈夫です。おお、それとなんか軽食フリーマーケットも中に入っていると、で、ね、で会場の中に、まあ、毎年そうなんですけれども、さまざまなお店さんがお店を出店されていただいてまして、はい、まあ、飲食関係もあります。あと、はい、あの似顔絵を描く原くんという子が、あの似顔絵描く子がいるんですけども、まあ、その子のところ行ってパシッとその場で写真を撮ってそのまま、似顔絵描いてくれますので、はいはい、まあ、ライブ見てる間に出来上がるっていう、そんな感じでね、座ってなくてもいいんです、その場でずっとじっとしてなくてもいいっていう、なるほど、そんな方もいます。湯原さんももしかしてここにっていうわけじゃないですか。じゃないですね、じゃないですね。で、残念なら湯原さんではないんですけども、あのもみほぐしの体験ができるようなそういう方も出られてますので、はいはい、ちょっと疲れたらほぐしながらまたライブ見たり、あ、いい、ね、休み休みってこともできるかと思います、はいはい、で、まあ、これ普通に再入場とかそういうのも出てきてということ で軽食とかも、はい、うん、やってますので、実はあの静岡で、はい、ジブカレーで有名なブラッドさんが今年も出店してくれるってことで、はいはい、なんか聞いたことが、皆さん知ってます、ブラッド、カフェブラッド、あ、カフェブラッド、うん、はい、ライブもできるカレー屋さんなんですけど静岡の対馬町ってスーパーオートバックスの裏なんですけど、スーパーオートバックス、そちらがお店ごと来てくれるので、はい、カレーも食べられますしっていうような、はい、そんな感じになってます。うんうん、あの割とミュージシャンそこにカレーを食べながらライブやりくっていうのは、あ、そうなんですか、割と有名でして、こちらにも
来たことあるのかな、あの例えば小市久さんだとか、はい、あの辺の方たちもよく出てます。あとサッチモさん、サッチモ、サッチモさん、サッチモってあのジャズのじゃない、ファットワンダフルワールドのサッチモじゃなくて、ああそうそう、赤堀幸さん、ああそうそれでサッチモ、そう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 、まあ、ホエノさんももちろんね、はいはい、あの出られてますし、はい、パラレルドックス、パラレルドックスもこちら来てなかったでしたっけ、来てます青木さん、パラレルドックス、あと森合、あ本当ですか、森合も、ええ、しょっちゅう出てますね、森合さんも来る、うん、小さいさんも何度か出てますね、ああそうなんですね。これ藤枝の市民会館って結構綺麗なとこ、藤枝でも一応そうですよね、一番大きいホールですね、うん、700人ぐらい入るところです、はい、あの藤枝の市役所の隣にありますのでね、うん、そうですね、はい、おかげ山になります、うん、はい、なるほどなるほど、あで今日なんか CD もなんか、そうですね、これは私どものバンドのオリジナルの CD で、はい、中島の歌っていうのをずっとやってまして、はい、まあ、配信もやってるんですけれども、はい、配信も、はい、配信と言いますとどういうのを使ってダウンロードできるような形で iTunes とか、はい、まあ、チューンコアで上げてますもんですから、はいはい、まあ、LINE ミュージックとかいろんなところでダウンロードができるようになっておりますので、もしよろしければ、はい、だそうですよ、BMB、ダウンロードしてください、 BMB 中島の歌、中島の歌で検索をすれば、はい、していただければダウンロードできます、はい、ということです。すごいですね、はい、プロ、プロではないです、プロじゃないですか、はい、あそうなんです、はい、ジャケットとかいつもどうしてるんですか、これはもう本当に手作りです、え、そうなんですか、え、あの自分でパソコンでやってるだけでも、はい、え、あ、そうなんですね、はい、うん、なんかどういうコンセプト、あ、まあ、さっきこう何でしたっけ、クイーンでしたっけ、そうですね、とかっていうオリジナルも、これはオリジナルですね、中島っていうのはなんか中島さんとかそういう、え、中島さんっていうウクレレの、弾き語りをする方がいらっしゃいまして、はいはい、まあ、その方がちょっとここを離れるということでね、あ、で彼に向けた、まあ、頑張れよっていうエールを、はい、はい、送ろうという、そういう歌なんですけれどもね、はいはい、で歌詞を変えまして、まあ、その他の、はい、まあ、仲間の歌がそれぞれあるよという形ではあるんです、ん、はいはい、みんなこうなんか基本は一緒なんですね、名前歌詞が違うよっていう、隊長の歌とか、そうですね、はい、まあ、お世話になってるあゆみ店長の歌とかですね、はい、様々あったり、はい、あゆみ店長、はい、それはブラッドさんの店長さん、あ、そうなんですか、はい、だったりするんですけど、はいはい、で他の方ばっかり作っといてね、自分とこのメンバーの歌がないんじゃおかしいっていうことで、これメンバーバージョンが、ナンバー3ということで、はい、あ、これ1 1、2、3と3枚、はい、あ、すごいですね、一応作ってはあるんですね、はいはい、ただこれでも入りきれてなかったもんですから、まあ4、5と、はい、あの次々と行くんじゃないかと思うんですけどね、はいはい、そうすごいですね、なんか、じゃあってことはもう当然皆さん顔見知りというか皆さん知ってますもんね、小山さんも、ね、そうですね、多分知ってる方が今回初めてっていう方もいらっしゃるんですけど、毎年これ応募してますもんですから、はい、ですから今年初めての方もいらっしゃるし、5回目の方もいらっしゃる、はい、2回目、3回目の方もいらっしゃると、はい、いうことですね、はい、なるほどなるほど、こういう配信とかってやられたこととかってはないですね、はい、これちょっと毎週ミュージシャンみたいな方がですよね、時間帯にもよってもですよね、うん、来たらすごいことになりませんか、19週連続っていう形でですね、うん、この焼津 TV はですね、こうゲストの方が気がついたら番組やってたっていうこともですね、なきにしもあらず、そうそうそう、こうやってパーソナリティが生まれていくっていう、ね、ことはよくある話で、はい、なのでこういう感じですね、なるほどなるほど、こういう感じでこう展開をしていくっていう、なるほど、ね、そうやって輪が広がっていくっていうことですね、はい、うん、そう、まあ、もともと僕と青木さんっていうこの2人がですね、HiTV、うん、うん、今から8年前ですか、あ、8年前ですね、はい、2人で喋ってるところから始まりですね、うん、ゲストにその辺歩いてるフィリピン人の女の子って感じでこう、うん、誘い入れてですね、ゲストで喋ってもらったりみたいなこともあって、あれよあれよという間にいろんな方がパーソナリティに入ってくださっている、すごいですね、うん、すごいですよね、うんうん、その番組そんなあるんで、今実際やってる人が52番組あるんです、おー、そんなに、あ、すごいですね、うん、
3、4年、4年やって1回ちょっと離れまして、で昨年の10月からまた復活されて、はいはい、というような形ですね。でご紹介でくださったあの湯原さん、はいはい、湯原さんも結構長くですよね。湯原さんまだやってる、ね、やってますもんね。明さんのゲストさんだよね。そうです。湯原赤蔵のここだけの話ですね。配信してるからここだけの話じゃないんですけど、確かに確かに言っちゃった、確かに全世界に全否定しちゃった。そう、なんかアキラさんの番組久しぶりに出られて緊張しましたとか言われてですよね。そんな緊張されても困るんですけどですよね。僕何もするわけじゃないのに、アキラさんの番組は緊張するみたいです。どういう意味ですか。先輩だからじゃないですか。いやいやいや、年は、ね、しあいやいや年齢そんな変わんないと思ったんですけど、もう湯原さんそもそも何歳か知らないんですけどですね。いくつだったかな。奥様は若いみたいです。確か。そんな若くないと思う。まあ誰基準だって思うんですけどね。はい、まあそんな感じでですね。今6時20分という感じでですね。まあ結構あっという間ではあったんですけど、はい、なんか他にこうなんか。まだ言ってないことみたいなって、そうですね。今年はですね、はい、まあ毎年ファイブプップルちゃんっていう若いバンド、はい、この子たちはあの小学校中学校の頃から出てくれてまして、はい、1回目に出た時はまだ小学生とか中学生だったんですよ。あ、その子たちが今高校生になりまして、はい、まあ、成長してるぞというのを見ていただきたいなと思いますし、でそこのエースキーボードと頭部の、はい、まあめちゃくちゃうまい高校生ギタリストが、はい、タッグを組んでですね、ウゴのシューというバンドを作りましたので、それは必見かなと。ウゴのシュー、はい、あ、これちらですね、はい、思いますので、こちら午前中の時間帯ですけれどもね、はいはいはい、よかったら見ていただければと思います。なるほど、そういう感じで5年前から出ていて、ね、小学生でこう成長していってっていう感じの、ね、はい、なるほど、すごい方がいらっしゃいますけども、そうですね、うん、一応、まあ、もうすぐ番組終わりということになりますので、はい、ちょっと繰り返すようでです ね、はい、あれなんですけど、バンドフェス藤枝、はい、ですね、第5回ということで、はい、藤枝市民会館開館50周年記念というふうな形でですね、はい、8月18日日曜日ですね、はい、藤枝市民会館ホール、はい、会場が8時30分、はい、開演9時ということで、まあ、チケットは1000円ということでですよね。はい、まあ、市民会館さんとか、あと各出演者の方から、ね、チケットを求めになられてということで、はい、ございますので、はい、うん、まだあと1ヶ月、そうですね、うん、まあ、1ヶ月切ってますけど、まあ、まだまだ時間があるので、そうですね、もしあれでしたら Facebook とかで、ああ、そうですよね、おっしゃっていただければ取り置きとかもできますのでね、はい、心配な方はご連絡いただければ、うん、はい、やっておきます。ぜひぜひ。こちらホームページとか、はい、フェイスブックページ、あとホームページもございますので、はい、まあ、詳しい内容をうん、お知りになりたい方はぜひそちらの方も検索していただければと思います。はい、わかります。まだあと3分ということでですね、そうですね、朝9時から夜9時まで、はい、12時間、あ、そうなんですね、12時間と、はい、1日音楽楽しめますのでね、うん、はいはい、でもちろん出入りも自由ですから、あのお好みのバンド見て、はい、ちょっとレンゲージを散歩してまた戻ってくるということでも OK ですのでね、はいはい、大山さんは何時に出られるんですか。私19時から出ますので。あ、19時、はい、こっからが楽しいですよ。あ、そうそうなんですか、はい、BMB、 BMB、 まあ、皆さん楽しいですね。あ、もうそうですね。そしてサークルジョイントさんが終わって今度は出演者全員でのセッションということで、あ、この8時30分から、はい、8時30分から出演者全員 で、ね、はい、あのステージを盛り上げますので、はい、サークルジョイントさんも交えてアマチュアバンド全員であの曲を演奏するというところがありますので、はい、あ、はい、大切なもの心得、心得、そうですね、でいいんですか、読み方はです ですね。そしてバンドフェスの歌仮ということで、はい、歌が、そうですね、あのテーマ曲を今年は5年目ということで作りましたので、はい、はい、なるほど、ちょっとぜひぜひ8月18日遊びに来てくださいということで、よろしくお願いします。ということでですね、もうあとわずかになりましたけどもですね、あのまたぜひ遊びにここスタジオですね、はい、ぜひありがとうございます、あの来ていただけたら、はい、あのですね、ですし、またいろんな、この後もですね、番組またあのさっき言ったこうラッパーの方がですね、はい、いますので、はい、あの
ぜひぜひよかったらということで、はい、よろしくお願いいたします、うん、またこちら YouTube の方で録画を残してくださると思うので、はいはい、まあ、明日以降方になると思うんですけども、はい、そちらもぜひそうです、ね、あのなんかホームページとか Facebook ページの方にリンクを、はい、貼っていただけたらと思いますので、はい、ぜひ よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、ということで、今日のアキラのようこそハポンですね、ゲストにですね、藤枝バンドフェス、どっか行っちゃったすいません、バンドフェス藤枝実行委員会の事務局大山誠さんもお招きさせていただきました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ではまた来週ということでよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ということで次の番組ですね、6時30分ですね、マイクアキラのマイマイマイキーズということで、あんな感じでですね、やっておりますので、ぜひご覧ください。ありがとうございました。